エーモンサーチのコーナーです、はい、登場するのはエーモンハンターの高橋さんです。ここで決まって、はい、行き過ぎこの前もちょっと行き過ぎてたんですよね。そうです、ちょっとオーバーに行っちゃってね。いいです、勢いがあってさあ、今日は何を教えてくれますか。はい、今日はですね、手延べそうめんをご紹介したいと思います。お好きですか。お好きですか。麺とつくものは全部大好き。良かったです、本当に。今回はですね、昔ながらの製法でこだわり抜いて作っている手延べそうめんを紹介していきます。まずはこちらの VTR をご覧ください。どうぞ。こちら浅口市鴨方町にある鴨川手延べそうめんです。今年12月で50周年を迎える老舗なんですよ。ねえ、もうおなじみですよね。はい、うん、店内には手延べうどんやそうめん、冷や麦を中心におよそ100種類の商品を展開しているんです。かなりの品数ありますね。そうなんですよ。ところで高橋さん、この手延べそうめんなんですが、はい、どんな製法で作られてるんですか。はい、鴨川手延べそうめんでは江戸時代から受け継がれる伝統製法、手延べ製法というもので作っています。この製法は刃物は使いません。熟成と伸ばしを繰り返しながら作っていっています。で、生地を仕込んでから麺に仕上がるまでおよそ30時間休む間もない作業が続く製法なんです。30時間もかかるんですね。すごい。そうなんですよ、うん、今出ているようにですね、生地を一定方向にこう出していってですね、はいはい、はい、これはなんだかチーズみたいですが小麦粉に含まれるグルテンが繊維状に形成されているので、このような感じになります。うん、で、機械で作ったものに比べて茹でた後伸びにくく煮崩れしにくい特徴があるんです。手作業でされてるんですね。そうなんですよ。すごくこうしっかりとした弾力のあるものになります。で、ここで美味しいそうめんの茹で方を教えちゃいます。はい、教えてくれるのは鴨川手延べそうめんの本次さんです。はい、よろしくお願いします。お願いします。まずは大きめの鍋を用意してください。沸騰したらこうそうめんをですね、パラパラと入れていきます。だいたい1人前 100g なので、うん、1リットルのお水をご用意ください。お、多めの湯で茹でる方がいいんですね。そうなんです、うん、はい。そして茹で上がった麺を素早くざるに移して、水で粗熱を取った後よくもみ洗いをしてください。こうすることで麺についている塩を洗い流していきます。そして盛り付けです。ここにポイントがあるんです。時間が経つと麺がくっつきますので、ご家庭で食べられる場合はこの上に氷を乗せていただけると少しずつ溶けて最後まで美味しくさらっと食べることができると思います。なるほど、こう水につけるんじゃなくって氷を入れるんですね。そうなんです。水につけてしまうとちょっと伸びちゃったりとかもしちゃうので、なるほど、氷の方が最後まで楽しめます。うん、ぜひ試してみてください。はい、そしてここで手延べそうめんをもっと美味しくいただける簡単レシピをご紹介します。しないですね。用意するのはすごく身近なものです。はい、はい、鶏ガラスープとサラダチキン、水菜、ミニトマト、ごまを用意してください。もう冷蔵庫にあるものでいいんですね。うん、そうなんですよ。あとはもう今見ていただいているように盛り付けるだけになります。あ、これは簡単ですね。できますね。私もできます、はい、で、最後に鶏ガラスープをかければ、はい、鶏ガラスープとサラダチキンで食べるぶっかけそうめんの完成です。うわ、美味しそう。ヘルシーでいいですよね。夏にいいですね。本当です。お子様に大人気の簡単でできるメニューです。ぜひ試してみてください。大人の方はごま油やラー油を垂らすとぐっとコクが深くなりますのでおすすめです。ということで、スタジオにも用意いただきました、はい、これ高橋さん作ってくれたそうですよ。そうなんです。茹でてきました、はい、では盛り付けもしました。いただきましょう。いただきましょう。はい、どうぞ。はい、いただきます。はい、いただきます。どうですかね。うん、あ、いいですね。このそうめんと鶏ガラすごく合いますね。はい、ね、初めて食べました、こういうアレンジそうめん。うん、爽やかね。そう、後味がいいんですよ。あ、本当ですか。うん、よかった。いい、すごいよかった。ぴったりです。しかもあんなに簡単にできちゃうなんて。そうなんです、うん、もうね、乗っけてかけるだけなんで。本当ですよ、はい、ちょっとここで味変しませんか。味変したいです。ピリッ
サタデーにちなんでちょっとここにもう取ってつけたようにラー油ですね、これはちょっと浮いてるのよ小ネタ挟んできました。ラー油をね、ちょっとすいません、仕込みました、ここに、はいはい、こちらのラー油、じゃあ私辛いんでね、ちょっと、はい、ちょっとだけアクセントになっていいんでしょうね、はい、これ、はい、ごま油だったり、うん、ラー油をかけていただくともっと美味しくなるので、はい、どうでしょう、うん、大人の味、うわ、辛っあ、でもこのピリッと感が最高に美味しいです。本当ですか？食欲がどんどん出てくる感じがいいですね。うん、かけすぎました、大丈夫大丈夫ちょっといいです、ピリッとだからいいですいいんですよ、ぴったりですよ、ありがとうございます